公州広域市長公州広域市は大韓民国の広域市。朝鮮半島の南西部、全羅南道に八方を囲まれる形で位置しており、過去には全羅南道の道長所在地だったことがある。人口は約百四十七万人である。公州広域市は経済、行政、文化の中心都市として、公州全羅地域を管轄する観光所と多くの企業の 本部と支社などが置かれている、湖南地方の中心の役目をしている。昔から光の町、光の都市と呼ばれる。公衆学生事件、公衆事件に象徴される民主と人権を象徴する都市として知られる。軽軌道にも同音の地名が存在するが、漢字表記では公衆市であり、近同に注意。くだ時代には、プチン、統一白ら時代には、 全国九州の一つである武州と呼ばれ、高麗時代以降公州となった。日本統治時代の1931年に公州面が公州有に昇格、さらに1935年に公州府に昇格した。独立後の1949年に公州市と改称され、1986年11月1日に公州直轄市として全羅南道から分離。 1989年に、全羅南道の松永久市と、高山郡を合併して1991年に、地方自治生、実施、1995年甲州広域市に、改称した。1914年に、首都形状とを結ぶ鉄道が付設されたことに伴い、綿織物生産、精米施設、醸造施設などの近代的な産業が勃興した。 1967年には工業地区に指定され、特に自動車工業が発達した。ただし、現時点では地理的な条件等もあって、他の広域種と比較するとやや立ち遅れている感は否めない。なお1929年には日本の支配に抵抗する公衆学生独立運動、1980年には軍事独裁政権に抵抗する公衆事件が起こり、 韓国史の舞台となった。前述の事象や近代中のお膝元であることからも、わかる通り韓国の中では、比較的左派、進歩的な政治風土を持つとされている。二0十二年六月二十日には、広州広域史と、韓米公共政策委員会が、ニューヨークのアイゼンハワー記念公園に、日本軍慰安婦の石踏みを設置した。最高気温局地は、摂氏三十八点五度。 最低気温局地は低、摂氏19.4度、過去最新積雪は41.9センチメートルで、ある。公衆広域市には、全部5角と90カホラがある。読みは、大韓民国の地方行政区画を参照。観光都市化を反映して、第3次産業が発達しているが、工業団地を建設するなど、第2次産業の振興にも努めている。それ以外にも、 ライブエレクトロニクス、公衆工場、クムホタイア、公衆工場などがある。公衆ビエンナーレホール国立公衆博物館2017年現在、公衆広益市を本拠にする、プロスポーツチームは、プロ野球のキアタイガース、サッカー系リーグの公衆 FC などがある。2002年の2002フィーファワールドカップでは、公衆ワールドカップ競技場も、会場の一つとなった。2015年7月、 下級ユニバーシアードが開催された。今後は2019年世界水泳選手権の開催地に、甲州市が選ばれている。全南大学校カーイル、甲州駅湖南線の本線は、市街の西側を通過しており、湖南高速線もそれに並行して建設された。KTX は2015年4月2日の湖南高速線開業後は、甲州線に乗り入れなくなり、 市内の停車駅は、甲州松渚駅のみとなった。ソウル、立山駅とは、最速約1時間50分で結ばれている。甲州駅へ向かう列車のうち、立山、西大田方面からのものは、甲州松渚駅手前の三角線を通って、甲州線へと入るため、甲州松渚駅を通らない。甲州駅と、木浦、 京前線方面を結ぶ列車は、高州松渚駅にも停車する。富山の蒲田駅と高州松渚駅を結ぶ列車は、定期列車では1日1往復のみであり、約6時間を所要する。1号線線形電車高州、総合バスターミナル広域市であるが、首都圏方面以外への鉄道路線の便が著しく、悪い高州へは、各地からの高速、 市街バスが多く発着しており、これらのターミナルは一つに統合されている。甲州駅から西へ 2.7km の距離に、所在し、同地を拠点としている西木湖、アシアナグループの子会社であるユースクエア社が運営している。36の乗り場が設置されているほか、甲州新世界百貨店などが併設されている。主な行き先市内バス市内バスは2006年に、 大幅な再編が行われた。韓国のバス公衆広域市とその周辺地域のバス運行システムを参照。ありがとうございます。